どうも、こんばんは、NM です。今回は、人を喰らうもの、金木編ということで、早速このパーティーやっていきたいと思います。まあね、投稿がこんな時間になって申し訳ないんだが、社畜なんでね、まあ仕方ないですね。まさか大学内でグールと出会うなんて、これ何？最初、ストーリーが入る感じですかね。ヒデオン先輩だ。こうやって読んでると、ジェイルやってた頃思い出すんだけど、資料を取りに来たらしく、僕はその付き添いだ。やっぱ家かも。これもほんと最初の頃なんでね。たい焼きの頃っすね。人間社会に溶け込んでいる。ちょっとすごいな。きっと誰も、彼がグルだなんて。ここ割愛していい？いや、こうやってさ、また、あれなのかな。無印の頃のストーリーを最初から全部さらっていくのかな。ヒデ！これあれだよね、錦がヒデにゲロぶっかけるとこだよね。お前の食いもん汚しちまったわんとかね。苦悶の表情。間抜けな人間どもが絶望する姿ほど食欲そするもんはねえな。金木よ、クールとは違う。これ金木がボスで出てくるんですかね。すげえムカつくんだよ。奴らにとって牛や豚と一緒だろ。家畜同然の奴らなんかと友達ごっこやってさ、楽しいの。で、ここで長近が誰だ、錦だ。ちょっとねお酒入ってるんでだいぶ頭が回ってないですね。あれだね、足のあれをつかむね。多分起きてなんだろうな、これはな。ヒデが死ぬのは、嫌だこれ、あるのかな、あのシーン。あるね、これ多分。ないのかよ。死ぬ死ぬ。俺ちょ、今音聞いてないから、もしかしたらボイスで。いや、でも入ってないか。死ぬ死ぬ死ぬがないじゃん。あそこのシーン大事っしょ。何これ。カニキ編で後ろに錦のモデルがいたから、錦倒すんじゃないの。10日か。10日出てくんのかな、また。中ボス的な感じで。よし。マジで。いやね、ほんと、仕事しだしてから全然時間がないんだよね、ゲームする。これなんだっけ、ちょっと勝利条件見てないな。ちょっと見ますね。キャラの育成も全然終わってないから、スキル使用5回以内。で、スキルでフィニッシュか。ちょっとね、苦戦すると思うから、スキル使用5回以内無視するかもしれないですね。とりあえず倒そう。で、ここでヤモリブレイクさせて、こっちをあれしよう。で、アヤトを貯めるか。アヤトもね、オレサルのあれつけようと思ってるんだけど、全然、つけれて、一個もつけれてない状況なんですよ。なんで俺フレンドマドさんにしたんだ。マドさんのスキル確かあれだよね、バフだよね、ただの。バフを4ターン、アヤトのスキルをなんかさ増しさせるのは当たり前だとして、ブレイクさせれるんだ、カネキ。こっちかな、カネキ引かしてアヤトに殴らせて、これたまらない、アヤトたまるね。で、アヤトスキルブーストさせるか。ほいほい。そうだな、そうだな、どうしよっかな。金木出すか。出して金木持っていかないか。ほいほい。足りなかったな。でもこれ単制限ないのか。で、一回スキル使ったのがヤモリ。ヤモリのスキルなんで使ったんだろう。あれ忘れてたわ、制限。マドさん溜まった。これスキルブーストでマドさんのやつかけてえな、バフ。
あ、10か中ボス、10かラスボスか、さては。いや、そんなはずない、そんなはずない。だって SR カネキドロップするんでしょ。じゃあカネキだな、ラスト。今2回使ったんだよね。で、HP も残していきたいんだよね、最後に。ってなると、アモンじゃねえわ。マドさんのスキルは使うことにしよう。で、3でしょ。で、アヤト打って、カネキ打って。いやー、どうなのかなー。カネキ、あ、5回は断念するしかねえのかな。まあいいや、とりあえずやろう。強いな。ちょっとスキルブーストでマドさんのスキルかけますね。あー、スキル見たかったのに、なんで俺演出飛ばしちゃったんだろう。ほらやって、マドさんの2発では持っていけなさそうだけど、まあターン数かかってもいいや。で、ここで、あー、マドさんのあれたまるやろ、ブレイクで多分ね。オッケー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 。これで稼いだ、稼いだけどスキルブーストがたまってない。あと2回でしょ、使えるので。ターンは別にどんなかかっても構わない。え、2匹なの。あ、いるじゃん、ちゃんとカネキも。カネキのあの雨がっぱみてえな。あと2回か。カネキとヤモリで、ヤモリじゃねえわ、アヤトでやりたいんだよね。とりあえず、あ、まあまあ減るな。どうかな。いやでもスキルブーストなしで打つのはもったいねえか。ヤモリ引かすか。あ、窓引かしてもよかったのかな。たまんねえな、スキルブースト。次2回交換したいけど、いや意味ねえな、あやと引いてな。どうしよう、一旦様子見るか。次のターンブレイクさせ、っていうかこれ余裕じゃねえ。だってスキルブースト溜まって、多分金木かあやとを打ったら終わるでしょ。敵はなんかスキル打ってこない限り。全然育成してないけど、まだ通用するんだな。まあまあ慎重に行くか。スキルブースト溜まってくれ、頼む。溜まってくれよ。溜まったね。で、とりあえずあやと打って。ほい。一人死んだ。で、これで5でしょ、スキル。いやー、これ倒す。あ、2匹は行ったけど。かてえな、あいつ。これ、間違って使わないようにしよう。ほいほい。金木、硬っ。こいつ、硬すぎん？何もしてくんな、ね、よ、何もしてくんな。あ、まだ、あやとが一発を持ってたな。あ、全然余裕だわ。あ、個人的に全然10日編の方が難しかったイメージないけどな。さあ、落ちるんだろうか。もう落ちるんだろうかって、これお前アプリ落ちるんじゃねえだろうな。あ、ランク上がった。あ、ランクも全然上がっ、俺サラップか。安売り。落ちなかったですね。ということで、あ、やっべ、スキルでフィニッシュしてね、しくった。そうだ、これがあったんだ。あー、はい、スキルでフィニッシュを完全に忘れてたということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。これからですね、僕の実況動画はこの深夜の時間帯に投稿することになると思うので、よかったら見てください。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。